星月。瞳子さんから電話があった。アリスが危ないって。青崎はともかく、アリスは意地を張りすぎだ。あの状況で助けを呼ばないのはどうかしてる。そりゃ自分が言っても何もできなかっただろうけど。しずきくんは関係ないものだろうね。けどこれで関係はできた。館に着いたら話してもらうぞ。降りるわ。もう大丈夫だから。お腹をむき出しでかい。この方が少しは暖かいよ。それにアリスは薪より軽い。山じゃこの程度は朝飯前だから気にしないでくれ。息が上がっているのは公園まで急いだからだし。まあその意味はなかったんだが。なぜ？俺が着いたら犬はさっさと散っていった。初めから瞳子さんはそういうつもりだったんだ。アリスをどうにかするつもりもなければ時間制限もなかった。喜ぶべきことなんだろうけど。もしかして公園からずっと。仕方ないだろう。電車終わってたんだから。タクシーを使えばよかったんだけど、あいにく持ち合わせがなくて。ほんと今日ほどお金の不便さを思い知った日はない。でも、それを言うなら、お金の大切さ、じゃない。使えるものがあるのにお金がないだけで使えないんだから、それって不便って言わないか？館に着いたら着替えるんだ。お腹の血も拭って。落ち着いたら今で話そう。瞳子さんに言わせれば俺もこれで敵らしいから。アリス。
平気。部屋に戻るぐらいの力は戻ったわ。服を繕ってくるから、あなたはここにいて、すぐに戻ってくるから。そうしたら。それじゃあ、戻ってきたら話を聞かせてくれ。傷が痛むなら無理せず横になった方がいい。傷はもう痛まないわ。横になる必要もない。この体の異常は七かまどを飲まされたせいだから、どうあっても治らないもの。じゃあせめて毛布とか。いいから、気遣いはしないで。ここなら寒さも関係ないから。高いのならいい。それで七かまどっていうのは？薬草の一種よ。七回かまどで焼いても燃え残ることからつけられた名前で、効用は魔除け。普通の人には良くない程度だけど、私や青子には少し厄介ね。体内での魔力生成そのものに抵抗されてしまうから手の打ちようがない。毒と思っていいのか？いえ、本来は薬草よ。今は傷を治すために魔力を使っているから苦しいけど、傷が感知すればおとなしくなるわ。魔術さえ使わなければ七かまども反応しないから。単純な話、七かまどを消化するまで私は役には立たないだけ。しずきくんが心配することじゃないわ。こんなの血が流れる程度の痛みだから。わかった。話をするのは明日にしよう。今日はとにかく体を休めてほしい。明日になっても私の容態は変わらないけど。いいんだ、それでも。アリスはもっと体を大事にしてくれ。部屋まで送るよ。それとも今で休むか。西館には入ったことはないから、アリスの部屋もわからないし。ここでいいわ。青子を待たなくちゃいけないから。Thank you.